マフェルサは、かつて、ブラジルに存在した、鉄道車両メーカーの一つである。鉄道車両と鉄道用車輪の製造を行い、全車の工場は現在、フランスに本社を置く、多国籍鉄道車両メーカーアルストムの子会社、アルストムブラジルとなっている。マフェルサは1944年に設立された。当初は、臨時や貨車を、ブラジル国内向けに生産し、それらを、 主に立地が近いサンパウロ鉄道向けに販売した。1947年にサンパウロ鉄道は国有化され、サントス・ジュンジャイ鉄道に改称された。1950年代、エフズは当社と共にブラジルとアメリカとの技術協力協定により、鉄道車両の近代化の研究を開始。1957年にアメリカの大手鉄道車両メーカーである、 バッド車と技術移転の契約を結んだ。これによりマフェルサは、ラテンアメリカ発のステンレス構成の鉄道車両を製作できるメーカーとなった。同年にカサパバにも工場を開設し、そこにおいては、無害貨車、臨時区、連結機の製造を行った。1964年のブラジルの軍事クーデターの後、国有化されたマフェルサは、 ソロカバナ鉄道とアララクアラ鉄道に向け、バッド車の客車パイオニア3を基本設計とした、マフェルサ800系客車の生産を開始した。1968年にはエフズ向けに、バッド車のパイオニア3が、ベースの電車、サントスャイ鉄道141系電車を製造した。九百七十年代は、マフェルサの絶頂期で、バッド社のライセンスで、 サンパウロ地下鉄向けに電車を作ったほか、1978年には、リオデジャネイロ地下鉄向け電車、1976年には、ブラジル連邦鉄道向けに700系電車を、1980年には、パウリスタ鉄道向けに、ビアーレスとベルギーのアセックを呼び、ポルトガルのソルファムとの連合体で受注した9500系電車を製作した。1980年代に、 マフェルサはバッド車の低迷の影響を受け、1983年から1987年に、かけてのルフサ向けの700系電車の増備車を最後に、その技術を使っての鉄道車両の生産が不可能となった。そこで同じくバッド車の技術移転を受けていた、フランスのフランコライユの技術を取り入れようとしたが、その方式で作られたのは、サンパウロ地下鉄への増備車だけであった。 また、経済危機を防ごうとするブラジル政府の車両を購入政策により、競争相手のコブラスマ社とともに1985年には、バスやトロリーバスの生産が求められ、製品の多角化が図られた。1990年代初期に、リオデジャネーロ地下鉄向けで、すでに実績のある、新しい製造技術により、ブラジリアの地下鉄向けの車両が作られた。 これと同じ頃、マフェルサは、アメリカのモリソン・クヌルー戦車と手を結んだ。この協力関係は、シカゴ高架鉄道へのステンレス構成電車256両と、バージニア急行鉄道向けの客車38両受注の結果をもたらした。1991年に、マフェルサは民営化された。1994年に、 モリソン・クヌーセンとコンソーシアムを組んでアメリカのカルトレイン向けの2階建て客車納入を落札した。しかしアメリカでの契約権を握るモリソン・クヌーセンの倒産再編に伴う改編により1995年に契約は取り消された。このパートナーの消滅とブラジル国内での 鉄道民営化の促進により、同国内からの発注が激減したことにより、マフェルサに新たな危機が訪れた。この危機により工場は3ヶ月間稼働を停止した。同年内に従業員が1820人解雇され、負債は260万レアルに及んだ。工場は1996年に従業員を360人に減らし稼働を再開したが、 新たな製造は行わず、車輪の生産と既存の車両の改装だけを引き受けることとなった。その一環として、本工場では F ズの100系電車の改装を施行し、カサパバの分工場では車輪の製造を大々的に行い、200万組目の車輪の生産を記録した。なお、この時期には、 日本の東日本旅客鉄道が同社製の車輪を購入、採用している。サンパウロのラパクにある本工場は1997年にフランスの多国籍企業アルストムに買収されアルストムブラジルとなった。1999年にマフェルサの商標権と車輪製造技術は ドイツのジャーマン GMH グループの傘下にある MWL ブラジル林塾に譲渡されたサンパウロ地下鉄1号線向け電車ありがとうございます